観公は、春秋時代の炉の君主、名は城、または木。恵公の子で、陰公の弟。恵公の政府人の中子から生まれて、大使に建てられたが、恵公が世を去った時にはまだ年が幼く、そこでイボ兄の姫生住と目が即位して殺衝した。紀元前712年に、炉の陰公が殺された後、翌紀元前711年に即位。 18年の在位の間、献身として知られる皇族の宋孫徹を登用して、老を治めるが、紀元前694年に、聖国で不慮の死を遂げてしまう。春秋差し伝の記載によると、漢口が、夫人の文教と共に、聖国を訪問したとき、聖の上皇が、文教と貫通した。それを知った漢口は、文教と上皇を師団するが、逆に、上皇の怒りを買ってしまい、 同年夏4月10日、上皇が、漢皇の馬車に同乗させた公子法制によって、漢皇は、車上で暗殺された。これに奮撃した露国が、清国に圧力を加えると、上皇は、公子法制に全責任を押し付けて処刑し、責任を回避した。父、母、兄弟、子女、劉教。 列三百369ページ ISBN978 から4から582806892ありがとうございます。